ブリックレームジョン・ロックが1747年に完成させたロンドン地図の一部、イーストエンドの外には、農地が広がる。オリンピックパークイーストエンド・オブ・ロンドンは、イングランドのロンドンにおいて、シティオブ・ロンドンの中世紀の防壁の東側と、テムズ側の北側の地域を指す。しかし、正式な地域の境界は存在しない。ウエストエンドに対する下町。 テムズ川が極流しており、それに沿って港湾施設が立ち並ぶ。かつて切り裂きジャックの現場となったところである。毎年恒例で9月にイーストミーツ・ウェスト・カーニバル、12月にはスピタル・フィールズの音楽祭がある。1720年頃にはイースト・エンドはロンドンの一部と認識されていたようである。当時の歴史家、ジョン・ストライプの記述にロンドンはシティ。 ウェストミンスター、サザークそして、塔の向こうからなるという一文がある。これは、ロンドン塔の東のことである。当初、イーストエンドは、シティの防御壁外側の住宅地と街道沿いの集落で成り立っていたが、テムズ川北岸は、沼地と農地であり、海運業者とイギリス海軍にとって必要な条件を満たす地域であった。プールオブロンドンを東に拡張する形で船の、 建造、修理に関する産業が盛んになった。農村であったスピタルフィールズでは、副業としての織物が生産され、移民労働者も集まるようになった。最初はアイルランド人、続いてアシュケナージュダイア人が続き、20世紀にバングラデシュ人が続いた。経験を要しない単純労働は、イーストエンドでの低所得と貧困を招いた。 これは18世紀中期に改革論者の注意を引き、労働組合や労働協会が作られた。イーストエンドの求心主義は、労働党の編成と女性参政権の成立に貢献した。イーストエンドの語が持つ、軽蔑的な意味合いは19世紀後半に生まれたが、これは、四の人口の増加によって極端な過密状態になり、貧困層と移民層が東部へ移住せざるを得なくなった。 ことが起因している。低所得層が東部に向かった要因としては、ドックランズ周辺に低賃金の労働者向けの仕事が豊富にあったこと、大気汚染や水質汚染を引き起こす事業所が東部に点在しており、住宅の家賃が安かったこと、国王の宮殿がウェストミンスターにあるため反対の東部に向かったなどの理由が指摘されている。 1827年のセイント・キャサリン・ドックズの建設と1840年から1875年にかけて建設された多くのターミナル駅によって、四季のスラムが一掃され、多くの人々がイーストエンドへ移り住んだことから、さらなる悪化を引き起こした。およそ一世紀の間、イーストエンドは貧困、人口過密、病気、犯罪を意味した。 低所得者用の公共住宅を建設する試みは、ロンドンシティカウンシルによって1900年代初期に始まった。しかし、第二次世界大戦では、ドック、鉄道、工業地帯が継続的に攻撃目標となり、イーストエンドを荒廃させた。1950年代にはさらに東方に新しい住宅地が建設され、郊外へ住民の離散をもたらした。 1960年代以降は、コンテナ輸送が主流となり、旧式のドックランズのドックは次々に閉鎖された。ここで仕事をしていた、港湾労働者の多くが失業した。1980年代後半に始まった、かなりいい、ワーフ開発は、イギリス最大規模の都市再開発であり、他にもオリンピックパーク、小ッ地のテックシティなど、イーストエンドは、近年劇的な変化を遂げた。 しかしながら一部ではイギリスで最悪の貧困層を含んでおり改善の努力が続けられている。ありがとうございます。